こんにちは。世界ボカンの徳田です。ライフタイムバリューの罠というテーマでですね、垣内さんに、日本に渡って動画を撮らせていただいているんですけど、前回ですね、ライフタイムバリューを上げるためには、そもそも企業視点と顧客視点っていうのがあって、企業視点だけだと囲い込みとかサブスクみたいなことをやってしまって、なんかこう、全然顧客が求めてないことをやろうとしていて、結果ライフタイムバリュー高まらないみたいなところになってしまうので、顧客視点持った方がいいよっていう話だったりとか、全体改善じゃなくて部分最適をした方がいいみたいなところお話しいただいて、その部分最適をするためのフレームワークでマストっていうお話をいただきました。それ前回の動画で見てるんで、よかったら見てみてもらえたらと思うんですけど、今回はじゃあマストのフレームワークに沿って具体的にどうやって改善してるかだったりとか、どんな考え方があるかみたいなところをこうお話しいただければなと思ってます。はい。よろしくお願いしでまは、す。お願いします。マスト全部ね、お話しいただくと書籍読まなくなっちゃうんで、ちょっと一部抜粋して いけばなと思うんですけど、M は一旦置いといて、アトラクトのところですね、ちょっとお話しいただきたいんです。お願いできましょうか。そうですね、アトラクトはまず魅力がそもそも商品とかサービスにあるのかないのかっていう分岐はありますけど、我々お手伝いしてよくあるのが、魅力むちゃくちゃあって、お客さんに丁寧に説明するとむちゃくちゃ刺さるのに全然伝わってないってケースですね。で、こっちについて今日はお話ししますけれども、これも非対面で伝わってないのか、対面で伝わってないのか両方あるので、これはちょっと両方ご紹介します。で、非対面で伝わってないケースって、やっぱウェブとか、紙とか、テレビ CM とかもそうですけど、人がめっこり説明できないケースにおいて伝わらないって、それは伝わらないことありそうだよなと思うんですけど、思ってる伝わってないですよという話ですね。本に書いてあるのはコンビニのアプリの事例なんですけれども、なんかコンビニアプリのご支援したときに、なんかコンビニアプリって皆さん使ったことありますかね？無料のクーポンが出てきたりとか、コーヒー安くなったりとか、無料のクーポンもありますし、キャンペーンにも応募できるし、あとポイントも独自に貯まるみたいな感じで、結構コンビニ使う人からすると、お得感はあるんですよね。ただ、そのプロジェクト始まる前に、実はポイント貯めてない人が大半だし、クーポンもなんか、本当は会員登録すると使えてすごいお得なクーポンがあるんだけども、それに気づいてなくて使ってない人が大半なんですよみたいなことを聞いて、そんなことあるわけないでしょと思って顧客調査したんですけれども、驚くことに本当にほとんどの人が機能に気づいてないですと。なんというかアプリをインストールして、そのまますぐ出てくるクーポンあるんですけど、それしか使ってないんですよね。で、その人に対して、これ会員登録してログインすると毎回ポイント貯まるんですけど、どうです？知ってますじゃん？とか、知らなかったです。貯めます、そんなの。とかって、普通に言ったりとか。で、さらに言うと、会員登録してログインしてる時だけ出てくる特別なクーポンみたいなのあるの知ってました？これなんで隠してるんですか？みたいな、そういう感じなんですよね。で、そのぐらいやっぱ非対面がゆえに、その自分の見えてる世界しか見なく、あんまり凝った深いところまで見てくれないみたいなのが、あって、これも本当そのアプリに限らず何でもそうなんですよね。企業側からするとなんでこんなお得なものを使わないんだろうって思われると思うんですけど、知らないし気づけない、自分の興味あるとこしか見ないのが非対面のコミュニケーション、接客接点だと思いますので、そこをちゃんと気づけてますかっていうのが、一つ目のボトルネックかなと思いますよね。はい。対面の方で言うと、こっちは、まさにこう企業視点というか、勝手な、なんというか、自己満のおもてなしみたいなケースがすごく多くてですね。これは保険代理店の例書いてますけれども、保険代理店さんって、例えば店があるじゃないですか。で、例えば結婚した時に保険の手続き、契約をちょっと変えなきゃいけないと。名義とか変えなきゃいけないんで、結婚しましたって、保険の店舗に行くことって結構あると思うんですよね。たまにあると思うんですよね。で、行った時に、その保険代理店、むちゃくちゃプロ意識が高いんで、できるだけお客さんに察されないように、こう、どういうライフイベントがあったかをさらっと聞き出して、で、何の手続きが必要かっていうのを勝手にこう、保険代理店側で見つけ出して、これだけやってくださいって、こう、すごく簡略に手続きを終わらせるってことを美徳としてましたと。で、その美徳溢れる接客の結果、顧客は何を思うかっていうと、何にも確認してくれなかった、みたいな。淡ああ、白良かすぎれる、みとたいに言われて思ますっね。てやってたもんね。はい。で、それをですね、ちょっと接客方法を変えて、保険代理店の営業担当だとして、今からこういう手続き確認をいたします。まず、住所変更などのこういう契約手続き漏れ。さらに言うと、給付請求漏れ。手術とか、入院とかした時の漏れとかもあるかもしれませんので、今からこのチェックリストに書いた10個の項目を全て確認させていただきます。1個目、こういうことありましたが、ないですよね。2個目、ないですよね。ってあるんですね。多分、もともとのプロフェッショナルの接客の方が、スピードは速いし、さりげない会話の中で全部、もうそのチェックリストを終わらせてるんですけど、あえてお客様にその10個の項目を1個1個確認することで、お客様は、いやー、こんなことまで確認してくれるんですね。親切すぎますって喜ぶみたいな 事例があるんですけど、
コロナ以前プロ意識高いんですけど顧客視点じゃないんですよね。結局満足度がどこに来るかって分かんないと。こういうのがアトラクトのボトルネックだったりしますね。なんで今非対面対面両方話しましたけど、まあどちらも結局のところ顧客のことをよく分かってない、顧客視点が欠如してるがゆえに全然伝わってないっていうものの例としてご紹介してますね。はい、あ、これってさっきのコンビニで言うと、そのアプリの魅力がちゃんと伝わってれば使ってもらえるから結果 LTV は上がるよねって話で、そこが知られてないっていうボトルネックが分かったから知ってもらいましょうってアクションが取れた。そうです、そうです、そうです。定性的にもそれ知ってたらもっと使えますって言いますし、まあ、定量的にもそういう特殊な機能とか、まあ、特殊でも何でもないんですけど深い機能を使ってる人は購買単価高いってデータあるんですよね。まあ鶏と卵問題もありますけれども、そういうデータも出てる中でちゃんと、この機能まで使わせてエンゲージメント上げてあげればいいなっていう、まあ、そういう話ですよね、うん、保険代理店に関してはもうそういうアクション取られて、そういう察するっていうところからチェックリストっていうところで、網羅性を持って説明されることで満足度上がったっていうことですね。そうですね、まあ、厳密に言うとこれ NPS っていうネットプロモーティングスコアっていうまあ、推奨度みたいなものを上げて、で結果それがライフタイムバリューにもつながるみたいな案件だったりするので、まあ、そういう指標を取ってはいますけれども、まあ、結果そういうオペレーションに変えて接客のスタイルを変えたところを、まあ、ライフタイムバリューに貢献したというような事例ですね。なるほどな。自分たちが良かれと思って提案したことと彼らが欲しいことに乖離があったときにピンポイントでマッチすればいいですけど、マッチしなかったときに失注したりとか、そこしか受注できないとかあったりするじゃないですか。オーラ性って結構大事だなって最近すごい思ってたんで、なんかめちゃめちゃ刺さりました。なんでこう、はい、コンビニアプリとか保険代理店とか同じ業種で考えるんじゃなくて、自分たちの業種だったらどうなのかなって視点で持った方がいいですかね。そうですね、まあ、多分いろいろこの本って事例自体は B2B、B2C 幅広く言ってますけれども、多分自社でどうなってんだろうって思うこといっぱいあると思うんですよね。はい。今の保険代理店のケースの網羅性みたいな話もあるんですけど、顧客が求めてるのは何かっていうのをもう少し抽象化すると面白いなと思っていて、保険ってお守りなんですよね。いざという時のお守りを買ってるんで、いっぱい安心させてくれることに価値を感じるわけじゃないですか。大丈夫です。今大丈夫です。あ、ここも大丈夫です。あ、OK です。って言われた方が、さりげない察する能力によって早く返されることにも全然お守りをいっぱいもらった方が嬉しいんですよ。神社に行ってお参りして、なんかもう何もなくてすぐ帰るよりも、なんか神主さんできて、ああ、あなたはちょっと羨ましたけども、すごく今年はいいですねって言われた方が満足高いじゃないですか。ああ、なるほどね。そういうもんだなと思いましたね。はい。顧客が何を求めているのかっていうところを、本質的な価値っていうところ、どういうところなのかっていうところを考えて提供の仕方を変えるっていうところが大事。そうです。自己満足の接客をしないですね。例えばホテルのフロントとかも同じですよ。そのすごいリピーターの人とかに、あ、もういつも来てくださってありがとうございますとかってフロントで10分話しかけたらすごい鬱陶しいって思われて、どういう接客が望ましいかっていうと、あ、もういつも来てくださってますね、説明は不要なんで早く帰ってくださいっていうのが一番喜ばれるんですよ。で結構じゃあそのお客さんに合わせて最適化しなきゃいけないのか。お客さんが求めてるものをちゃんと提供しなきゃいけないんですよ、接客って言っても。そっかそっか、はい、でなんで対面の場合で言うと、お客さんが望んでるものを分からず自己満の接客客のこだわりみたいな押し付けると、まあ、不要なおもてなしになってしまうということですね。なるほど。本社で言うとそういうのって定性的なインタビューだったりとか定量的なデータに基づいてそのボトルネックを見つけて解消していくって感じですね。そうですね、まあ、順番はいろいろありますけど、望ましいのはやっぱ定性インタビューで仮説を作り、まあ、定性インタビューって一番仮説で安いんで、解像度高いじゃないですか、お客さんので、定量アンケートで証明して、で実際にリリースして、売り上げとかのデータで測っていくと、まあ、そういう手順が一番望ましいかなと思いますね。なるほど。いやいや、理解が進みました。ありがとうございます。次が、センス、ちょっとお話しいただいてもいいですか。そうですね、センスはちょっとおさらいになりますけど、検知するっていうことなので、お客様と長く接触して、お客様とからデータをもらって、今どんな状況かを知るみたいな話ですね。まあ、本の中で言うと、サザエさんの三河屋のサブちゃんとかの例を出してはいますけれども、サブちゃんって磯野家の裏口から勝手に入れるみたいな特権を得ていて、ガチャンって入ってきますね、突然。あ、そうそうそう。ガチャンって入ってきて、で、なんていうか、彼らの事情を全部してるわけですよね。最近、なんか夫婦喧嘩したとか、カツオが盆栽割ったとか、そのどうでもいいこと全部聞いてて、でも彼がやりたいことって醤油とか酒売りつけたいだけじゃないですか。醤油とか酒売りつけるためだけに無駄な雑談をささやけとするみたいなことをしながら、
顧客接点を取り、顧客情報を取って売り込むタイミングを見つけるってことをやってるんですよね。彼多分醤油とかの単価が大して高くないですけど、個人なんでなんとかなってるっていう感じですけど、普通の企業でいうともう単価がもう少し高くないと、そこまで毎日通うなんてできないと思うので、まあ、ここを通うのか、まあ、デジタルで顧客接点を作るのかっていう、まあ、いろんな手段を使いながらやっていかないと、やっぱり生涯寄り添うってできないと思うんですよね。一回買って終わりとかになっちゃうんで、なんかそこをやりましょうっていうのがセンスのボトルネックで、まあ最近の B2B の企業とかでいうと、マーケティングオートメーションとかかなり進んでるんで、結構センスってやってる会社多くなってはいますが、本当に幅広い企業群でいうと、まだまだやってない会社の方が多いっていう感じですよね。はい。で、事例で言うと、例えば B2B の事例で言うと、本の中にも書きましたが、カタログダウンロードっていう行動って、結構検知できるんじゃないか、検知使えるんじゃないかって思われるケースあると思うんですけど、例えば部品メーカーとかでいいんですけど、部品のカタログダウンロードしたって言ったらすぐ営業だってマーケー側の人は思うかもしれないですけど、実はそうじゃなくて、カタログダウンロードする人って本当に新規で検討してる人もいれば、もうその部品を購入していてどう組み込むかって時に見る人もいるんですよね。なんで新規既存混ざっちゃうみたいなのがありまして、なんでカタログダウンロードすれば顧客ニーズがあるぞっていうのも、まあそれもちょっと早計なのかなというふうに思いますと。じゃあどうやって見分けるかっていうと、例えば、CAD とかダウンロードしてる人って、どっちかというと組み込みのタイミングで見るんで、既存だって分かったりとか、あるいは、サンプル品が欲しい、どこに売ってるのって確認する人とかって、まだ納入してない人だったりとか、微妙なサイト内の行動の際とかで、この人が新規なのか既存なのかって見分けられたりするんですよね。で、この辺をちゃんと見極めましょうっていうのが、まあ、センスのボトルネックというか、まあ、できてない時の、課題になってるのかなというふうに思いますね。はい。ちょうどマーケティングオートメーションのプロジェクトに入ってて、このページを見た人をどう捉えるかって結構むずいなっていうのを感じてて、結構まあよく価格表とか、なんかその他社との違いとかを見てるユーザーはもうなんか今すぐ客で、ホワイトペーパーでライトなやつをダウンロードしてるそのうち客だってよく言うじゃないですか。それ結構会社によって違ったりとかしていて、そうだと思います。はい、はい、今すぐ客、そのうち客で、今回の話で既存客みたいなのって、既存客がダウンロードしてる場合もあるよね。それってやっぱりこの最適解っていうのは、顧客の動きを見て見つけていかなきゃいけないってことですか？そうです。これが正解はないと思いますよ。それも例えばですけど、もうエンタープライズ営業で大企業のもうキーマン全員に会いたいみたいな B2B もあるじゃないですか。例えばもうトヨタさん以外にはもうお客さんいないですみたいな部品メーカーとかだったら、もうトヨタさんの中にいるキーマン全員知って、でその中の人たちが最近どう動いてるかを知りたいってことになるわけですよね。そうなると別にどんなシグナルだろうと会いたいじゃないですか。だったら別に全部シグナルですだと思うんですよ。全部検知だと思うんですよ。一方でもう顧客が国内だけでも数万社数十万社ありますとかっていうような SMB 向けのビジネスでいうと、なんというか小さいシグナル取ってたら全部行かなきゃいけなくなるんでキリがないっていうことなので、まあ多分もっと足切りしていくことになると思うんですよね。なんでまあビジネスだったりターゲットとかによってやっぱ違うと思うんですけれども、まあそこをちゃんと定義していくっていうのがまあセンスだなというふうには思いますと。別にサイトだけじゃなくていいと思うんですよね。メールとかのがもうより分かりやすくて、メールってもう何クリックさせたいかっていう、メール内のクリックのボタンの文言も勝手にこっちで決められるじゃないですか。なんでこれをしたらさすがにニーズあるだろうみたいな文言のボタンを作ってしまって送ってクリックした人に営業するっていうこともできるので、なんならセンスを取る仕組みから営業の人が作っていくぐらいになると、まあ、非常に攻めの、センスになってくるのかなというふうには思いますね。はい。お客様が、まあ、何がそのお客さんの顧客シグナルなのかっていうのを見逃さないためにも、こっちで仕掛けるっていうところだったりとか、一般的なその汎用的なノウハウっていうのはまあ活用するのはいいけど、どっちかっていうとお客さんに合わせて最適解を自分たち考えた方がいいってです、ね、そうですね、まあ、そこは間違いないです。はい。まあ、抽象化できることでいうと、この本にも書いてますけど、ちゃんと顧客情報を取れっていう、会員情報を取らないとそもそも何も始まらないんで、アノニマスを減らしましょうっていう話と、あとは、ちゃんと顧客シグナルを見逃さないように顧客接点を増やしましょうっていう、まあ、メール送ったりサイト内の検知したりしましょうっていう話、さらに言うとお客様の状況っていうのをもうちょっと明らかに克明にこう見ていくためにも、その接点の種類みたいなのも精度を上げていきましょうみたいな話とかは、まあ、しているので、まあ、こういうなんというかやんなきゃいけないこと自体はあるんですけれども、まあ、そこから先はもうある程度企業ごとに考えていかざるを得ないかなと思いますね。もちろん ある程度似たり寄ったりだと思いますけれども、はい、状況によって違うと思います。はい、なるほど。あれですね、その業種業種の事例を参考にするっていうよりは、そこを抽象化して自分たちも同じようなボトルネックを発生させてないかなっていうところだったりとか、これって抽象化した時にどういうことを言ってるんだろうなってことを
考えて、どう活用できるかみたいな視点で見ると、すごくこの LTV のまだ参考になりそうですね。そうですね、まあ、本当は自分のところで調査、顧客見てほしいんですよね。生の顧客インタビューするだけで、このボトルネックなんて無限に見つかるんで、でそれをこうちゃんと対応していくってことをやってほしいとは思うんですけど、まあ、いきなり調査しろって言われてもハードル高いなと思ったんで、まあ、よくあるボトルネックって大体この地に集約されるよっていうところを事例交えて書いてるってところなので、もちろんそれぞれのボトルネックを抽象化して自社に当てはめるのもやっていただきたいですし、それで興味持ったらもう実際に生のお客様にこういう仮説を持って聞いてみるっていうのをやっていただけると一番いいのかなと思います。なるほど。じゃあもうこの動画を見た方は概要欄にライフタイムバリューの罠のリンクを入れておきますので、ぜひですねチェックしていただいて、もうそれでも自分たちのボトルネックが分からんとか解消できないっていう場合はもう分かるさんにお問い合わせいただけたらと思います。、はい、ありがとうございます。はい、宣伝いただき恐縮です。はい、ご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。